くビールお願いしますのだ。お、さすがママ、ちゃんと用意してくれてるのだ。では早速。あり。ママ、このビール料理に使うんだろ。はい、洋風の一口天ぷらに使うんです。衣にビールを使うとサクッと軽く揚がるんですよ。じゃあビールなしか。大丈夫よ、ちゃんと用意してあるからね。了解、楽しみに待ってるのだ。わーい、天ぷら。僕お手伝いする。ゆいちゃんも。それじゃ私も。材料は小エビやイカ、それにアスパラガスやウインナーなども合いますわ。ボウルにビールと小麦粉を1対1の割合で混ぜ、軽く塩コショウした食材をくぐらせて高温でカラッと揚げるんです。泡の力でサクッとした食感が生まれるわけだね。揚げることでアルコール分は飛ぶので子供たちも美味しく食べられますわ。粗塩を振って召し上がれ。はい、小エビの天ぷらです。おお、うまそう。うん、うまいのだ。ビールのつまみにぴったりだな。アスパラガスもどうぞ。とっても美味しかったのよ。ん？ゆりちゃん、もう食ったのか。手伝ったみんなで味見したんだ。はい、次はウインナー。これもとっても美味しくできてるよ。なぬ、おばあちゃんまで味見か。おう。わし見破ったぞ。それはつまみ食いだ。いつもわしに注意してるくせに自分たちばっかりずるーい。味見は味加減を見る行為。ロンパパのただつまんで食べるのとは違うんだよ。だけど不思議、お手伝いした後の味見ってなんだか特別美味しく感じるんだよね。ねえ。思い出すな、子供の頃お手伝いした後に味見したさつまいもの天ぷら、美味しくていくつもねだったりしたっけ。これもうまいが、味見の天ぷらはもっとうまいのか。ああ、わしも味見楽しみたいぞ。ママ、わしお手伝いするから、もう一回初めから天ぷら作ってくれ。え、初めから？頼む！わしも味見したい。今日は誰が出るかな？また見てね。